ねえパパ、そろそろこの家の壁塗装する時期じゃない？あと屋根も汚くない？友達にお化け屋敷かって言われちゃったよ。そうだな、俺も前から気にはなっていたんだが、ネットで調べてみても業者が多すぎてどこがいいのかわからないんだよな。お隣は3年前にすごく安く屋根と外壁塗装できたみたいなんだけど、雨漏りとひび割れしちゃってるらしいのよ。これ使ってみたら、チャット形式で質問に答えていくだけで相場がわかるんだって。すごいなそれ、早速やってみよう。さすがスマホ世代。すごい、この金額の範囲なら予算内だわ。塗料の種類によっても全然変わってくるんだな。塗装のトラブルめっちゃ多いじゃん。なるほど、ウリプロ110番はドローン点検にも対応してるのか。トラブル対策の本も出してるし信用できそうよね。塗料メーカーとタイアップしてるのもいいよね。よし、ウリプロ110番に問い合わせてみよう。あ、数日後、専門調査士によって屋根と外壁の細かい調査が行われ、詳しい工事提案と塗料の説明を受け、適正な見積もりで契約し工事着工。すごい、まるで新築みたいだ。これは予想以上の仕上がりだ。10年保証もついていて安心ね。塗りプロ110番に頼んでよかった。内装リフォームも相談してみよう。もしもし、塗りプロ110番さん、助けて。